長浜市は、滋賀県の北東部に位置する市、中心市街は、橋場秀吉が、長浜城の城下町として整備し、以来の湖北地方の中心地で、長浜城の廃城後は、大通寺の門前町、北国街道や琵琶湖水運の要衝として発展した、姉川五泉城など戦国時代の史跡が多く、国ともは近世に、国内有数の鉄砲生産拠点として栄えた。 滋賀県の北部に位置し、東西約2 5トル、南北約4 0トルと地域は東西に短く、南北に長い。むね東端を、伊吹山地、北端を、野坂山地、西端を、琵琶湖で区切られている。琵琶湖を含めた、地域面積は6 8 0 7 9トルで、広さは高島市に次いで、滋賀県下第2位である。 平成の大合併により、地域は、琵琶湖から、岐阜県、福井県境まで拡大し、湖北地方の大部分を占める。長浜城から望む長浜市街と伊吹山市賀県、福井県岐阜県国土地理院地理情報によると、長浜市の東西南北の位置は次の通りである。長浜市は、日本海側気候で、冬季は1ミリメートル以上の降水を観測する日が多くなる。旧長浜市。 旧阿在町、旧木之本町、旧西阿在町は豪雪地帯に指定されており、冬季雪が多くなることもある。特に旧予母町は特別豪雪地帯に指定されており、冬季雪が非常に多くなる。もともとは今浜と呼ばれていたが、天正三年頃に橋場秀吉が長浜と解消したとされる。町の由来は、秀吉の主君、織田信長の町に求める説もあるが、 因果関係は不明。共通語では、長浜は、平板型アクセントで発音されることが多いが、正しくは、長、または、ガウ高く発音するアクセントである。NHK では、平板型アクセントを第一アクセントとしつつ、ガウ高く発音するアクセントも、地元放送局アクセントとして許容している。二千十八年、編集二千十四年、編集長浜市役所級庁者長浜市の、 行政組織機構図は次の通りである。判例市長の事務部局、北部振興局、七市所組織図議会、行政委員会組織図、平成の大合併前の旧場の役場は、市役所支所となっている。定数26詳細は、2019年、滋賀県議会議員選挙を、参照詳細は、第48回衆議院議員総選挙を参照後、北地域消防組合が管轄する。 長浜市の国勢調査人口の変遷を以下に示す。25 000、00050,00075,000100,000125,000150,0002025,3035,4047,5055,6065,7075,8085,9095,0005、10衆議院選挙の小選挙区は、 彦根市や前原市などが属する市が2区に属する、商工業都市、工場労働者として3000人以上のブラジル人、労働者らが生活する、農業、編集出展、長浜市名所、旧跡、観光スポットも山椒地区部島や長浜城、戦国時代の史跡をはじめとする歴史的文化遺産に、加え、1 9八十年代以降黒壁スクエアを、核とした、旧市街再生が進められ、 滋賀県内最大の観光都市として成長している。旧長浜市域は、年間300万人の観光客が訪れる。長浜市のウェブサイトでは、姉妹都市3、友好都市国内1、その他交流のある都市国内7を挙げている。国内、編集、ひなわ10の園。1983年、長浜城歴史博物館会館を記念し、第1回が開催された。 長浜出世祭りに種ヶ島鉄砲隊が出演、また種ヶ島鉄砲祭りに国友鉄砲隊が出演するなど交流が進み、1987年10月に国友鉄砲資料館が開館するのに際して友好都市名約が結ばれた。辰野藩の藩祖、脇坂安治が旧古北朝域出身であることが縁。2005年に辰野市が周辺の町と合併し、 辰野市となり、2010年に、小北町は、長浜市に編入されたが、姉妹都市交流は引き継がれ、姉妹都市災害総合応援協定も、新たに結び直された。国外、編集1957年、長浜市に、工場のある、ヤンマーディーゼル創業者の山岡窪基地が、アウクスブルクにルドルフディーゼルの検証費を立てたことが、縁なお、同じ景気で、兵庫県山ヶ崎市と、 アウグスブルクも姉妹都市となっている。長浜に工場があり、イタリアに販売会社のあるキャノンの仲介で、1988年以後、相互交流が行われる。旧高槻町域出身の受学者で、津島藩に仕え日朝交渉に活躍した、雨の森報酬の園、友好の町縁組という位置づけで、友好都市に準ずる扱いとなっている。2004年に、伊豆原町は、 周辺の町と合併し、津島市となり、2010年に高槻町は長浜市に編入されたが、交流は引き継がれた。2011年、朝鮮通信市ゆかりの町全国交流会、津島大会を機に、改めて有効の町縁組を締結、災害時総合園協定災害時総合園、協定災害時総合応援協定ほぼ同規模の町ということから、従来より防災や、 地域振興に関して視察などを行う交流関係にあった災害応援協定に関する協定災害応援協定に関する協定山内和豊、地代夫妻との関係が深い市長及びその関係を大切にしている市長の集まり1994年から2007年まで毎年開催されていた2006年に大河ドラマ光明が辻が放映され 一定の成果を収めたことから、翌2007年より民間主導に切り替えられた。2006年、浅井町が長浜市に編入された後、長浜市が継承。浅井中学校との間で相互の生徒派遣が行われていた。しかし、効果の面などから事業仕分けの対象に挙げられており、2013年、以後の時期に自治体間提携は解消された模様、2017年2月現在、 長浜市の姉妹都市ページにも自治体国際化協会の一覧には見られない。幼稚園、認定子ども園、編集小学校、編集義務教育学校、編集中学校、編集高等学校、編集大学、編集その他、編集長浜駅市の代表駅として中心的な役割を果たしているのは長浜駅で同駅が市役所への最寄り駅になっている。なお、浅井支所、 美和市所管内には鉄道駅がない。日中は北陸本線の長浜駅南は新快速電車が毎時2本、長浜駅北と湖西線は新快速電車が毎時1本走っている。この新快速電車を利用すると京都、大阪方面へ乗り換えなしで行くことが可能で、長浜駅から京都駅まで1時間10分程度、大阪駅まで1時間40分程度と2時間以内で、 行くことが可能である。さらに、長浜駅には、名古屋と金沢を結ぶ特急白鷺号が一部では、あるが停車し、乗車券の他に特急券が必要ではあるが、金沢駅を利用すると、福井駅まで1時間程度、金沢駅まで1時間50分程度で行くことが可能である。一部時間帯で運行している名古屋駅の白鷺号を利用すると、名古屋駅まで1時間10分程度で行くことが、 可能である。日本三大都市の一角を担う大阪、名古屋や北陸地方の主要都市の福井、金沢へ、それぞれ2時間以内で乗り換えなしで行くことができ、交通の便は比較的良い。1991年の北陸線長浜駅、田村駅間直流開行は、京都、大阪方面からの電車が多数直通するようになり、京都や大阪のベッドタウンとして著しい発展を、 すいけてきた。京都方面からの列車系統の一部は、長浜駅と大見塩津駅は新快速の、長原駅は一部の普通電車の奇襲点駅としても、機能している。高速道路、編集一般国道、編集一般県道、編集道の駅、編集地区部と長浜地区、阿井地区、美和地区、虎姫地区、湖北地区、高槻地区、木の本地区、予防地区、西阿井地区、その他写真のイタリアン焼きそば、 浜仏壇や浜壇とも称される長浜市を中心として生産される仏壇である。戦国時代頃から作られていると伝えられ、長浜八幡宮で行われる引き山祭りの出汁をモチーフにしたとされる宮殿が特徴である。新聞ケーブルテレビ、ありがとうございます。